刻み留め整絶に。いらっしゃいませ。いい品がたくさんあるのでぜひ見ていってください。時が全てを飲み食らい蹂躙する怒涛となって時代が押し寄せる。キラのごとき小生、雲のごとき軍勢、この鳥なき島のコウモリにはもったいない舞台。上等時代に食らわれ影すらなくそうとも清潔に記憶させてやる我らの存在を。天正13年、土佐の雄長宗我部元親は四国統一を成し遂げる。同じ頃、豊臣秀吉が信長の遺志を継ぎ天下統一への行動を開始、自ら大軍を率いて四国へ出陣する。豊臣軍との歴然たる兵力差を前に、長宗我部元親は時代の大波が己を飲み込もうとしていることを知る。だが元親はそれでもなお時代の流れに抗おうと豊臣軍に戦いを挑んだ。せよと言われても反骨の魂が許さない。第1話、四国征伐。抗うぜ、清潔に。この島は四国の絶対防衛線、我らの地で攻め上げる。我らの地こそ真の新の赤だと教えてやる。福留、川を撃破し北岸を封鎖だ。死ぬぞ死ぬぞ、我ら土佐兵の屍で瀬戸内の海埋めてやる。我ら土佐兵、元近様のため死ぬ気満々です。だったら俺は皆を死なせることはできんな。すごい数だ。しかもその数万はただの犬じゃない。秀吉という男、会うのが楽しみになった。参る。
るものがあるとお強い。このお方のためなら命も惜しくない。光線を沈める。奏でよう。お見事でございます。俺と対等に戦おうなど気に食わんな。いざ尋常に勝負。無駄だ。貴様の力では秀吉様に勝てる。理解するがいい。それが理由、時代、そして宿命だ。ならば理に、時代に、宿命に抗うまで。Thank you.
するよ。貴様が勝ったなどにわかに信じられんな。試合の知れたこと、宿命が大それと覆るとでも。覆らぬ。簡単に覆るならばそれは宿命ではない。だからたとえ影から失おうと、俺は目をそらさず誠実に時代への意志を持つ。面白いことを言う。その違いは気に入った。だが V 取るだけでは時代は変わらんのだ。援軍に感謝いたす。いざ尋常に勝負。ここは戦場だ。倒されても恨むなよ。総大将が本陣やけでお出ましとはね。本陣は信彦にあって、やつが負けるならそれで若い信頼してやった。冷たい顔して熱い。せいぜい運命の女神にも嫉妬されんようにな。鉄は水に沈む。これが貴様らが好きな理だろう。芸のない奴らだな。歩兵隊長、大筒砦に向かえ。見事取ってみろ。
いはお見通しよ。沈められる前に潰すまでさ。敵の金剣か奏でよ。清潔にな。敵武将、撃破しろ。の心を持つ。お山の大将ではないようだ。
してまいる。世の中にはどうにもならんことがある。それでも時代を変える意志を持ち続ける。来いや、試しちゃえ。イリオス、お前らとは誰だ。面白いやつを見つけたか。長宗我部元親というてな。トシエ、お前と同じだ。いいぜ、俺の槍でやつの器見極めてきてやるさ。勝負さ、いい度胸だ。どこで引き、てめえ、なんで戦う。故に時代に抗いきれず長くて消え果てるが、時代に抗い叫び続ける。敵武将、撃破した。おお、やりませんな。撃破した。元親、面白い教授よ。わしにくらえ。そしたら降参。面白いのは貴様だ。貴様の命、俺の手にあるのだぞ。お前はわしを殺さんよ。わしに興味を持っておる。貴様を潰したとて、貴様の次を狙う奴が来るだけだ。下ってやる。それが他のためでもあるからな。影すら失いし声の叫び聞こえるか。いらっしゃいませ。ゆっくり見ていってくださいね。
のお買い上げありがとうございました。長宗我部元親は豊臣軍を撃破した。しかし戦いの最中、秀吉の人間味に惹かれた元親は豊臣家への基準を決める。これにより四国を従えた秀吉は九州へと目を向ける。折しも九州では鬼島津と恐れられる島津軍が全土を制圧戦としていた。元親はその九州へ豊臣軍先鋒として上陸した。未来が決まる、そういうものもある。第2話、九州征伐、抗うぜ、誠実に。私の天下統一の夢、誰にも止められん。島津を天下にひれ伏せさせるんじゃ。今日、悲しみが襲い来る。それはさすがに戻るかよ。それでも四国で言ったようにできるのか。見せてもらう。いかにあなたに囚われずにいられるか。お前が時代を変える意志を強固に持ち続けられるか。別行動になる。今なら事態を変えられます。また会おう。敵武将撃破した。まあお見事ですね。銀次はわしを頼ってきた大事な局面じゃ。討ち死にさせては豊臣の天下はないぞ。して参る。まずは鶴ヶ城を奪取、島津攻めの拠点とするぞ。圧倒的な物理力、完全な魔力です。そんなに面白い。さあ、出るべる。さらに、大神に。攻め取れんかったら、この人いいわね。甘い。だが正しい。そしてそれができる者も少ない。秀吉はそれを四国でやり遂げた。貧困か奏でよ、誠実に。敵武将撃破した。見事、これも SS
戦国は生き生きと生きるだろう。秀吉は誠実に時代に求めている。聖よ秀吉、そして何よりその志、あれが時代に続く男、名のある武士とお見受けいたせ。貧困か奏でよう、誠実にな。どれ、ひともみ揉んでやろうぞ。こうして同胞の血を流すのは天命か、天命の方ではない。楽しめるか。上等、押し流せ。釣りの伏せにかかっただ。長宗我部元親、取った。
しまった。許さん。私は橘。橘は多くの者を島津に殺された。同行しよう。調査官の部下。俺は許すことでは見えている。了解しています。だが今の力は危うすぎる。獲物がかかったぞ。突撃せよ。敵の注意を引きつけよ。伏兵に合図を送れ。通賀城を奪還し、豊臣軍の先制を断つのだ。
れほどの腕前とはな。敵武将撃破した。その分まさに戦場の晴れだ。わしが負けるなどありえぬ。敵武将撃破した。まお見事ですね。敵武将撃破した。その分怒りや悲しみに囚われてしまう器の今俺を殺したのは間違いだと言ったんだ。俺はお前を殺さない。清潔に時代を維持し続ける。影すら失いし声の叫び聞こえるか。